はじめまして、ハーモニカ奏者の広瀬哲也です。今ね、弾いていただいたと思いますけど、このフワンフワンっていうね、音色、いいですよね。この音出したいって方もとても多いと思います。この楽器は、テンホールズハーモニカという、とても小さな楽器です。はい、私は、この楽器をオンラインでレッスンさせていただいてます。この動画は、私のオンラインレッスンについて紹介するためのものになります。まず楽器っていうとどうしてもね構える方多いと思います。音楽苦手なんだよなとかね、自分はリズム感ないんだよなとかね、そういう方多いと思います。でこれはね、なんか楽器っていうよりはなんかこのふわんふわんっていうこう響きっていうのをこう楽しむためのもの、そう思っていただいていいと思います。はい、で今の響きね、はい、この響き楽器なんですけど、ドレミファソラシドが綺麗に吹けるよ、曲も吹けるよ、でもこの音が出せるとは限らない、そういうもんなんですねこれ。はい、私が、やってるレッスンというのは今の音色をまず楽しんでいただくためのもの、こう考えてもらっていいと思います。このテンホルスハーモニカはこの大きさしかないので胸のポケットにパッと入っちゃうんですよね。ですので今の音色、これを覚えていただくと、ちょっとブラッとね近所に散歩に行く時でもパッとポケットから出してふわふわ釣りとかキャンプとかそういうのは好きな方なんかはもう持ってこいだと思います。はい、新しい趣味として何か始めたいなっていう方にも最適だと思います。はい、で音楽っていうことで考えると、まあ、当然ねバンド活動されてるよとか、あとはカラオケが好きなんだけどそれでカラオケの曲の感想で吹きたいよなんて方もぴったりだと思います。オンラインゲームとか、それからコロナ禍なんかで自宅で仕事されてる方はリモートワークなんかされてると思います。そういう方にとってはね、もう慣れてると思いますけど、いわゆるこのテレビ電話でレッスンをしていただくということになります。習う方はご自宅からパソコンを通じて、私も今ご覧になられている画像みたいに、自分のパソコンを通して通信で会話をすると、こういうことになっています。無料のアプリケーションがあります。それをまずダウンロードしていただきます。で、こう無料電話を使う時も使用料っていうのはかかりません。で私のレッスン料っていうのはかかりますけど、これをつないでお話することに関してはお金はかかりません。ですのでどなたにでも、お楽しみいただけると思います。でいろんなアプリケーションがありますんでね、スカイプ、ズーム、それから、LINE ね、LINE の無料電話なんかも使えます。それから、Facebook なんかされてる方は Facebook についているメッセンジャー、それから私はマッキントッシュなんですけど、同じ Mac 同士のパソコンでしたら FaceTime というアプリケーションで無料通話ができるはずです。はい、で他にも今私が挙げてないアプリもあるかもしれませんので、このアプリだったらやれるよって方はまたそれをご連絡していただければ私の方が用意させていただこうと思います。でそのアプリを通じまして、テレビ電話でねレッスンをさせていただくと、こういうものになります。でそんなテレビ電話なんてやれるかなと思うかもしれないですけど、慣れるとそのいいことがいっぱいあります。例えば実際に習うと習ったことをノートにメモしなきゃ、こういうこともありますけど、録画ボタンをポンと押しとけばその時のレッスンが録画されてますんで、後で復習しようと思った時にまたその動画をパッと再生しながら、あこんなこと今日習ったなっていう復習もできるわけです。読んでいただくようなテキストに関してどうするかっていうと、オンラインの場合は郵送したりしません。オンラインの中でピッとボタンを押すだけでそちらにデータがパッといきます。今日このレッスンをやりますよっていうものに対して、そちらでもオンラインで受け取ったものを見ながら一緒にやっていくと、こういうことになります。無料体験というのは楽器のレッスンでは今定番なんですけど、まずお金がかからないお試し講座ですね。はい、でまずこれに申し込んでいただいて、私の場合はこのオンラインですから、オンラインのまず調子がいいかどうか、これを20分ぐらいで確認させていただきます。例えば音がちゃんと聞こえるかどうか、あとはこうガッガッこう絵面が止まっちゃう、こんなのもやっぱりレッスン上はちょっと問題が出てくるんで、そういうまず機械の問題がないかどうか、パソコンの相性がいいかどうか、こういうのも確認させていただきます。例えばスケジュールいつだったら空いてますかとかね、例えば自分はこんな習い方をしたいとか、例えばもう具体的でいいです、もうすぐ、
友達の結婚式があるんだけど、この日付までにこれを吹けるようになりたいんだけどできますかとかね、具体的に相談してみてください。でそこで、無料体験の中でお話をしながらできるかできないか、これも考えていきたいと思います。でもしね、まだ楽器を買われてないんだけど無料相談申し込まれたって方も、例えば、この機種だったらこんな音だよ、こんな機種もあるよ、こういうこともお話できると思います。レッスンの申し込み方についてご紹介したいと思います。すべてパソコンの中で行っていただきます。私のホームページの中に CD や教則本のダウンロードのページがあります。そのページの中にオンラインレッスンチケットという項目があります。そこをクリックしていただきます。よくね、 Amazon なんかでお買い物される方はよくポチるなんて言いますけど、同じです。ピッと押していただくと、あとは入力フォーマットが出てきます。クレジットカード、PayPal、あと銀行振込、こういったものを選んでいただいて、ご自分でパソコンで入力していただくということになります。でチケットを購入していただくということなんですけど、実際にチケットが家に送られてきたりするわけじゃないです。形としてチケットを買っていただくという形式のボタンになってます。で私のレッスンは1回45分3300円という料金でやらせていただいてます。1回ごとの支払いになります。このことだけ習いたいという方はもうその時のためだけに購入していただくことになります。今だと定期的に習われている方はとても多いです。一番多いのは月2回という方が多いです。次に多いのは2週間に1回ずつという方です。2週間に1回ずつだと月に3回の場合と月に2回の場合ができます。チケットに関してはやはりレッスンの前にご購入いただくことになるんですけど、それは予約をされた後にしていただきます。確実にこの曜日空いてますか、私もこの曜日空いてますよ、じゃあご予約しましょうという確認が取れた段階でチケットを購入していただきます。私はこのテンホールズハーモニカのオンラインレッスンを始めて今年で5年目になります。いろんな方いらっしゃいます。やはりね、定期的に通えないって方はとても多かったんで、このオンラインという仕組みでいけばね、習えるよと喜んでらっしゃる方はとても多いです。で私は関東の方に住んでるんですが、例えば北は、東北の方の方とかね、それから中国地方とか四国の方もいらっしゃいましたし、東海地方の方もいます、南は沖縄の方までいらっしゃいました。海外の方もね、数名いらっしゃいました。英語じゃなくて日本語の方ですけど、やはり通うことがやっぱりどうしてもできないっていう方にはこのシステムはすごくいいのかなと思ってます。ね、ご家族のお世話があるって方はとても多かったです。やっぱりご高齢のご家族のお世話がある方とかね、あとお子さんが小さいんでね、外出できないなんて方はもう横にお子さんがいながらやってらっしゃる方もいます。でいろんな事情を私の方も分かってるつもりですんで、どうぞ気楽にね、家の中でお互いやってることなんで、できることをやれればなと思っています。楽器だ音楽だ難しいことあんまり考えないで、このフワンフワンっていうね、この音を自分も楽しんでみたいなという方はぜひお気軽にね、ご連絡をいただきたいと思います。この動画にね、リンク先を貼っておきますので、私のホームページの方にぜひご連絡をいただければと思います。